全世界を混乱の渦に巻き込んだ DC 戦争で第二次スーパーロボット大戦から半年、ようやく平和を取り戻した世界に新たな危機が訪れようとしていた。総帥ビアン・ゾルダークの死によって崩壊したかに見えた DC が、ザビ家という新たな指導者を得て以前の力を取り戻し、各地で破壊活動を開始したのである。この時代に至って世界各国はようやく統一の必要を感じ、ここに国連に代わる新たな国際機関、地球連邦が樹立された。 DC 戦争の英雄たちは連邦の外部部隊ロンドベルとして治安維持の任務についたが、彼らはその力を恐れた軍の上層部や政治家たちの監視下に置かれ、満足な装備も与えられないまま、旧式の装備や慢性的な補給不足に悩まされていた。そしてこのような不安定な情勢の中、月の軌道上では新たな事態が動き出そうとしていた。あんな遠くから攻撃してくるのか。行くぜ、ヘッタードリブル。やられた。これでも食らえ、ロケットパンチ。なんだ、こんな距離から攻撃できるのか。やられた。これ以上は。行け。これは。やらせるか。これ以上は。こいつは任せろ。この場合か。やらせるか。ダ
なんだこのプレッシャーは。落ちろ。こんなもの。いけるか。ゲッタービーム。こいつでとどめだ。ブレストファイヤー。王座しっかり狙え。ディア外れてくれた。いけるか。うわー やられちまう。この間合いか。こいつは任せろ。やってくれたな。こいつでどうだ。いい気になるなよ。この まだまだ勝負はこれからよ。そこだ。かすったか。やらせるか。まずい。このままではやらせん。しまった。くらえ。ゲッターボリブ。しまった。これでもくらえ。ブレストファイヤー。こいつは任せろ。やられた。このままでは。あんな遠くから攻撃してくるのか。うかつな。うわっ、しまった。とどめだ。ブレストファイヤー。うわー、邪魔はさせない。なんのまだまだ。
いつ。くらえ、ゲッターボリュームするか。かわしたか。落ちろ。まだまだ勝負はこれからよ。いやせるか。敵の力は思った以上だ。ん？遠すぎるか。エルドービーム。バカな。意識のことで。そこだ。この間合いか。どけ。だがこの程度ならまだ。さて一丁いきますか。これじゃ持たない。なんだ距離から攻撃できるのか。こいつでとどめだ。ロケットパンチ。わー、どけ。そこだ。さすがにできるな。このまだいける。受けてみろ。これなら。おお、なんてパワーなんだ。うわっ。